復活マーミースペシャル東京からです。イエーイ。こんばんはですかね、この時間だったらね。こんばんはです、マミです。なんかね、久しぶりに来ました。1年ぶりです、このスタジオ。ですね、この度12月12日からね、終わりアーズリーが開局するっていうことで、マミなんとパーソナリティっていうの毎週月曜日10時からのパーソナリティになって冠番組持つことになりましたということでですね、今日はそのスペシャル特番ということで、ここにね来てるんですけども、まず最初にですね、オープニングソングをね聞いていただきたいと思います。はい。でこれ私の人生のテーマソングで、日立さんの CM ソングで使われていておなじみだと思うんですけども、この木なんの木です。はい、お願いします。この木なんの木、気になる木、名前も知らない木ですから、ありがとうございました。ですね、私この曲すごい好きで、本当に人生のテーマソングにしてる曲なんですけど、今日オープニングにね、なんでこの曲を選んだかっていう理由なんですけど、この曲の歌詞ってすごく深いんですよ。じっくり聞いてもらうと分かるんですけども、木にね、こう鳥たちがこう集まってきたりね、木の木陰ってすごいやっぱ気持ちいいじゃん。そういうところにいろんな人がたくさん集まってきたり、こう癒されるっていうの、なんか自分も人生においてそういう場所になりたいっていうか、そういう風でありたいみたいな、そんな願望があって、これを人生のテーマソングにしてよく聞いてます。なので今日ね、初めてここに来て特番やるってことでかけさせていただきました。はいあとね、今日特番なのですごいよ。ゲストにもう知ってる人はもう、あ、この人だなって分かっちゃうんだけど、今日私がユニットで組んでるマーメイドプリンセスっていう活動も実はしてるんですけども、そちらの相方レイラちゃんをお呼びしているのではい、じゃあレイラちゃんスタジオ登場です。こんばんは。久しぶりだよね久しぶり超久しぶり。いやー、なんか緊張するの久しぶりすぎて、ね、久しぶりだね。こうやって並ぶの本当久しぶり。あ、なになに、お誕生日おめでとうちょっとちょっとありがとう。ちょっと泣いたら困るよねこれねいきなり番組で、すごいありがとう。そうなんです、実はマミ、ね、11月の1日、1のゾロ目に、はい、誕生日、めでたく誕生日になりました。50になった、はい、20になった何歳かは内緒でとか言って秘密にしたいお年頃ですけど、はい、ありがとうございます。これ開けた方があれかな、せっかくだから開封式やっていい。大したものじゃないんですけど、はい、じゃあ、じゃじゃーん、何が出てくるかな、何が出るかな、え、ちょっと待って、なんかめっちゃ可愛い、何これ、わーすごい、見えるかな、可愛い、あ、これオリジナルグッズなの、作ったの。あ、なんかレイラちゃん作ってるよね。そう、青いバラを入れました。いや、すごい、これレイラちゃんのオリジナルグッズで、これは何ですか。マーメイドパフェ、はい青いバラとこのマーメイドと海の仲間を入れたの人魚の尻尾が入ってる。そうだよ、貝殻も入ってる。これ後でインスタでアップで、インスタで大きく載せようかな、うんうんうん、ね、ここだとちっちゃくて見えないかもしれないから、ちょっとインスタにまたあげますね。すごい、これはそれはペンダント、マーメイドペンダント。これも作ったの。それも作ったの。すごいね、バラと、うん、奇跡を呼ぶ青いバラとマーメイドちゃん、うん、こういうオリジナルグッズはちなみになんか買えるんですかあ、今はね、ライブ会場だけ販売してるのね。あ、
じゃあレイラちゃんのライブに行かないとこれゲットできない。そうそうレアのものだね。そうなの、そうだ、だって売り方分かんないんだ、お前。でもさ、歌い手さんが自らさ、うん、あの自分のね、うん、グッズをこうやってあの作って販売するってすごくないですか、うん、なんかねやっぱり私歌もそうなんだけど、うん、人を笑顔にしたいのね。マーミーと、まあ、そこの志を同じなんだけど、ね、うん、もうとにかく人を笑顔にしたい。えー、すごい。ちょっと今日ここ飾っとこうかね、うん、ありがとうございます。嬉しい。これはじゃ あ、 あのレイラちゃんのね、はい、ライブに行かないとゲットできない誕生日プレゼントでした。激レアでした。ありがとうございます。本当にね、あの1年前にぐらいにこのスタジオでレイラちゃんと ね、あの私はゲストっていう形で逆に出させてもらってね、うんうんうん、ちょうど1年前だよね、うん、私のライブにマーミーが来てくれて、 その次の日にその私がいつもお世話になってる高ママの番組があるからって言って、そうそうそう、うん、じゃあマミプリで裏花だった。藤野さんの裏花 に、 裏花に2人で出させてもらったのがちょうどそうだよね、11月だったよね。でね、そっからが多分ご縁だったと思うんですよね、うん、うん、ね、私そうだよね、あの、まあ、お声掛けしていただいたのも、うんうん、そういうことがあったからだと思うから、うん、本当に不思議なんだけど、ね、本当人のご縁って大事だよね。そう、逆にこうね、うん、その番組をやる側の立場としてここにいるっていうのがすごい不思議、うんうん、おめでとう。なんかそのね、めっちゃ不思議、勇気に本当に拍手素晴らしい。本当にね、うん、もう1年ぶり嬉しいです、ね、うん、一応あのお互い、うん、あの離れてはいるんだけど、私愛知からね、うん、今日、うん、あの昨日東京入りして愛知から来てるんですけど、うん、お互い離れてるけど SNS で ね、 そうね、なんか生存確認はしてるの。そう、私が千葉でマーミーが愛知で、去年はでも初めて会ってから毎月のようにね、そう結構会えてた、なんか会えてたんだよね、イベントとかなんとかで会えてたんだけど、うん、本当1年会えなくて、うん、でもずっと私見てるよ、いつも私も毎日見てるよ、見てる毎日見てて、すげえな、今日北海道にいるとか。そう、あのね、私、うん、あのその元アイドルグループのね、うんうん、あの仲間のミーミーと一緒にもういろいろお仕事させてもらってるんだけど、うん、ミーミーからも今、うん、空飛ぶマーミーって言われてるの。あ、分かる私テック人って言われてる。あれ今日どこ行ってる、今日どこ行ってるみたいな。え、ね、テック人ってのはなんか意味があるの。なんかね、一緒でも天空からこう見てるんじゃないかな、下の。だけどそれね、ライブに来てくれたお客様に、まあ女性の方なんだけど、私ちょっと年上のね、女性の方が、私が歌終わった時にね、もうなんか涙を流してこうやって来て、レイラさん、あなた天空の方ですかって。すごいね。かすみ食べてらっしゃいますかって言ったのね。だからなんかそんなイメージなのかなって思って、すごい心に入ったんだよ。そう、もうなんかボロボロだった、レイラちゃんの曲がさ、うん、なんかね、うん、すごく私も嬉しかったわね、それね、うん、でそれからなんかちょっと天空人みたいな名前がついててなんか海の人なのか天空の人なのか分かんないけど、お互い ね、 ね、だけど、うん、お互いやっぱりその、うん、実はね、私たちはあの前世が人魚つながりっていう、マーメイド、ね、マーメイドつながりで、ね、あのマーメイドプリンセスっていうね、うん、そのユニットの名前もそうなんだけど、もともとは人魚時代にきっと友達だったか、うん、姉妹だったか、ね、私姉妹だった気がしてきた。なんかよく似てるって言われるんだよね、一緒にお仕事するようになって、ね、だからもしかして姉妹だったんかね、言われるんだけど出会ったのはだってもともとワンセブンでしょ、うん、そう、画面で知り合ったでしょ、ね、それもだから去年でしょ、うん、でリアルに会えたのも去年なんだよね。そう、だけどなんかずっと一緒にいたみたいな感じだって。そうだね、初めて会った時からそんな感じだったもんね。そんな感じだよね、だって初めて出会う、初めましての日に、うん、もう2泊3日でずっと一緒なんだもんね。そう、同じ部屋泊まって。そう、私たち初めましてがあれ沖縄。そう、沖縄、初めましてが沖縄だったんだよね、うん、ね、で2泊3日もずっと一緒にいたでしょ。そう、もう帰ってからのマーミーロスが激しいの寂しいみたいなね、あれなんかいないぞみたいな。そう、ずっと一緒にいた感覚があるんだよね。そうね、なんか不思議だよね。そうで、その時に、うん、やっぱりこれからじゃあ2人でなんかいろんなことやってくれたらいいねっていう話で、うん、あの沖縄のねビーチクリーンの活動をやろっかって言っていろいろ下見もしに行ったよね。ね、それで、うん、そう、ちょうどなんかほらリトリート
で沖縄リトリートツアーをやろうって言ってたんだけど、うん、まあこんなご時世だからそう、ね、飛行機がなんか飛ばないとかいろいろあるし、そうそうそう、規制かかっちゃったり、ね、うん、今年はもう全然だから活動できなくてね、その辺は ねできなかったね、うん、でもねそうやって、うん、あごめんなさいあのできてるじゃん、あのビーチクリーン、そうね、ビーチクリーン、レイラちゃんはレイラちゃんで、うん、この前アリエルの格好で私あれなんかコスプレ湘南の海をきれいにしようやってきたんだけど、うん、まあハロウィンが近かったっていうこともあって、うん、じゃあコスプレしてやってみようと思って、うん、アリエルの格好でこう首を拾ってあこれじゃない、これじゃない、そうそうしたらね、うん、あのやっぱり海外の観光客の人とか、あアリエルとか分かるよねこれこスマホ持ってきて写真撮って写真撮ってして動画撮ってくれたりとか、うんうんうん、あとあのやっぱりちっちゃいお子さんが、うん、アリエルだって言って寄ってきてくれて、なんかすごく嬉しくて、アリエルどこに行くの、アリエルのお家はどこなのってすごい話しかけてくれるの、うん、アリエルこれからね海に貝殻拾いに行くんだよって言って貝殻を拾ってプレゼントしてあげたら、すごいなんかやっぱり、うん、楽しそうにしてたのね、うん、で私基本は歌だけども、やっぱり人の笑顔が好きで人笑顔にしたいっていうのがあるから、うん、あこういう活動でも人笑顔にすることができるんだなと思って、うん、最近ちょっとコスプレもやってます。あ楽しんでもらえる、そう、ね、楽しんでもらえるのが、うん、ねもうあ、うん、ありえる、あ動画あります動画ありますありえる、ゴミ拾ってるんですよこれね江ノ島なんですけど、そうだね、あれ目立つわ、海を綺麗にします、これ下はあの人魚のスカートみたいな、スカートで足入っちゃってるんだけどね、さすがにね足ないと足ないとね、まだ陸に上がるときは一応足が入ってるけどね、かわいいね格好でねゴミ拾いしましたけども、素敵な活動だね、そう、うん、おねぷりでもまた何かねやりたいよね、こういうのね、うん、私ねこの前はね、うん、メーテルあーメーテルもなんかやってたね、あのメーテル、うん、なんか見た、メーテルで、うん、バラ園、ファンの人たちとバラ園に行きました、そういうツアーなの、そういうツアーしましたすごいねこれこれはこれでまた目立つね、でもやっぱりあのバラ園に来てた、うん、あのお姉様方がね、うん、あれ何だったかしら何だったかしらって言って、うん、銀河鉄道39だよって、そうよ見えてるよなんてやっぱ喜んでくれて面白い、なんかね、うん、そういうのがすごい好き、うんみんなが喜んでくれることをたくさんやりたい、いいね、これツアーだったの、これはねうちの応援団と、うん、この後私ライブがあったのね、うんうん、でそのライブに来てくれるお客様と一緒にツアー回った、いいね、うん、私たちもさ大人の遠足やったよね、あやったー水族館のやつ、それもだから1年前名古屋港水族館で、あの大人の遠足やろうって言って、ねえなんか、ね、豆プリウィズミーミーと3人でね、そう、あれはあれで楽しかったよね、楽しかった、うん、ショーとか見たりしてさ、ねえああいうのまたやりたい、やりたいよね、そうだいぶね落ち着いてきたしね、うん、あそうね、あのさコロナで、うん、あはいはい、思い出してあれなんですけど、今日ねちゃんと番組の方ではこういった対策をねバッチリさせていただいてますので、ご安心ください、安心ください、そうよかったなんか思い出して豚さんねえ、そうまたなんかねちょっとね感染者が増えたとかでね、なんだかんだやっぱりそうなってくると、うん、私たちのこのエンタメ業界って結構厳しくて、そうだね、ライブ活動もね今やっと、ね、そうやっとだから去年の11月が、うん、もう復活ライブみたいな感じだったの、ずっとライブができてなかったのね去年、うん、で11月に予約できて、その時も会いに来てくれたんだよね、行った行った、でそれからはね、うん、順調に月1回2回すごいね、はあの定期的にちゃんとまたできるようにはなったの、うん、よかったよかった、うん、だからね、うん、それはほっとしてる、ただやっぱりお客様がやっぱりね、あの、うん、ライブ会場はって不安になる方もいらっしゃるから、うん、まだ少人数で、うん、結構席こうテーブルに一人ずつっていう感じの少人数でまだやらせてもらってる感じ、うんうんうん、レイラちゃんのさ、うん、オリジナル曲聴いてもらう、あお願いします、うん、ね、そういえばあのそう、レイラちゃんはなんだけど、ね、そう歌でね、あのみんなに元気を
与えるっていうね、パワーをね。そうです、うん、オッケーかな。じゃあね、うん、聞いていただきましょう。お願いします。はい。舞い散る季節に一つの光を見つけたの。暗闇が怖いと震える私をそっと包んでくれたんだ。遥か遠い昔にも同じよ。魂が苦しいと泣き叫ぶ。暗闇の中を手探りで探すの。消えかけた光のかけらを。星では寄り添えるだろう。
我ながらええ歌や。私が作詞をしております。すごいね。で曲は作ってくれた、うん。曲はね、ギタリストさんが作ってくれたんですけど、詞、うん、は自分で書きました。素晴らしい。そう、なんかね、降りてきたって感じなのね。別に今まで私詞を勉強したこととか詞を書いてきたことっていうのはなかったんだけど、うん、なんかパッと降りてきてバーッ。うん、詩書く人とか、うん、あの曲作る人ってよく言うけど、うん、やっぱ降りてくるらしいね。降りて、本当に降りてきたんだよね。これね、うん、羨ましいそれ、うん、なんだろうね、うん、マミもなんか降りてこないから降りてくるよ。オリジナル曲が自分で作詞とか作曲して作ってもさ、うん、歌が音痴だから、うん、そんなことない、一緒に歌うか。一緒に歌ってね。オリジナル曲作ってみたいな、ね、うん、私もなんか今まだ1曲だけなんですけど、うん、今また自分のサポートバンドでね、ギタリストさんが新しくなって、その人がまた作曲できるっていうから、うんうん、作ってもらおうかなと思って。作ってもらえるチャンスじゃん。そう、でもなんかね、今度ね、曲が先らしいから、前は詞が先だったの、うん、私が先に詞を書いて曲をつけてもらったんだけど、今度曲が先だから、ちょっとそのメロディーに私のこう降りてきたものが乗るかどうかっていうのがまだちょっとね、字余りみたいな。そうそう、結構難しいかもしれないけど、なんかやってみようかなと思って、うん、何事もチャレンジだ ね、 チャレンジだね、うん、最近はなんかどんなライブ活動を、うん、今はね、うん、まあ、そのバンド、私のサポートバンドブルーローズツインっていうバンドがあるんだけど、そこでこの私のオリジナル曲と、あと、まあ、1970年代から90年代ぐらいのポップス、あ、好きだわ、を歌ってる。そういうライブ、うん、そう、これ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 念願の江ノ島で、あー、ずっとね、マミが行けなかったやつだね。そうそうそう、行きたいって言ってて、私行けなかった、仕事入ったやつ。そう、うん、江ノ島で歌いたいって言ったらそれ叶ったんだよね。そうだよ、言ってたやつ。そうなのよ、うん、叶いました。そう、それが一つと、うん、あとは、あ、これが、あ、これ、あの、その新しくできた、うん、実は松田聖子さんのトリビュートバンドだ。松田聖子ちゃんだけをやるの？そう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 、私もともとすごい聖子さんが大好きで、本当40年ぐらい前にね、もう松田聖子になるって言って先生を困らせたのね。そんな子が40年経ってまさかそれを実現できると思わなかったけど、ね、本当この江ノ島のライブがご縁で、うん、新しいバンドができて、松田聖子さんのトリビュートバンドができて、でそれも、先月デビューしました。それはなんか活動名ってか、うん、ユニット名みたいなのがあるの？レイラウィズペパーミントウェーブ。だからほら、ペパーミント、ペパーミントのワンピースなんだ。そう、衣装着てるんだけど、だから今バンドの活動が2つと、うん、あとは、カラオケライブやってて。何カラオケライブ？カラオケライブ、これはね、うん、あの、うん、バブレも、これジュリアナの。そうそうそう、うん、マミも持ってた、マイセンス昔。今だけこんな格好してる人いないわよっていう格好してるけど、うん、これはもうバブレゴーっていうタイトルで、うん、そのバブル期に流行った、あの、ダンサブルナンバーをこう自分でこう選曲して歌っていくっていうライブをやって、他にじゃ あの中森明菜さんの特集とか、うんうん、もう自分でテーマを決めるのね。懐かしい曲とか。そうそう、懐かしい曲で、大体2部はまあお客様からリクエストをもらって一緒に歌ったりとか、うん、で毎回毎回テーマを変えてるのね。で多分次はね、また制服ライブやると思うよ、うん、あ、なんか前スケバンみたいなやつやってなかった？マミがやりたいって言ったやつ。そう、スケバン。そう、スケバンライブが結構人気あって、うん、あのね、私たちの時代って、うん、そのスケバンやっぱりいたんだよ、本当に。今っていないでしょ。今いないでしょ。いない、あのさ、カバン潰すっていう感覚で若い子知らないでしょ。で、学生カバン潰すって、学生カバンってないもんね、今ね。今ないもんね。ないもんね。昔はね、学生カバンって革のさ、そうそう、こんな四角いさ、こんな分厚いの、もうおっさんが持つみたいなカバンだったわけよ。それをぺったんこに潰してね。そう、それをさ、そうそう、ぺったんこに潰してさ、後ろにステッカー貼ってね。大体今の子たちって教科書とかってそんないっぱいあんのかな。あ、どうだろう。どうだろう。ね、だからね、こんなすっぺらいカバンにしたら当然ね、うん、教科書なんて入らないから、うちで持って帰らないわけ。うん。うん、置いてったよね。そうで、たまに怒られる、ね、怒られるよね。で、私ね、教科書の破いたの。破いたってビリビリじゃないよ。あの、少なくて。そうそうそう。第一章。そこでこれこれ。あ、こういうやつ、こういうやつ。そう、それで、だって教科書だって、こんな分厚いのさ、入るわけないじゃん、重たいし。だから、一小節ごとにこうやって切って、こうやってホッチキスで止めて。それはやらなかった。
怒られたよ、怒られたけど、だって入らないし重たいんだもん。そう、昔ってさ、ほんとなんかで、そのカバンも先輩がペラペラのカバンを持ってたりすると、うん、先輩が卒業する時に、うん、それ譲ってくださいとかって言って、なんかスケバンの先輩からもらったの、もらったペラペラのカバン。そう、懐かしい。それが嬉しかったりとか、あとスカートもさ、もう超長いスカートを履いて、ね、長いのがビットされてたじゃない。だから うん、そういうのを、まあ、思い出しながらその当時の歌を歌うっていうのがやりたくて、うんうん、私はだからセーラー服にこう長いスカートにこう髪の毛こうやって聖子ちゃんカットして、この辺紫のアイシャドウ入れて、あ、懐かしい感じだね。そうそう、懐かしい。こうチークもこうやって三角に入れてそ当時の 今三角に入れるってないよね。ここ綺麗にね入れるよね。昔そういう化粧だったでしょ。だからそれを再現して完璧と思ったら、うん、お客さんもなんかそういうスタイルで来てくれるわけね。あ、楽しんでくれるんだ。そうそうそう。そしたらもう全然私地味なの、お客さんの方がすごいの。こんなカーリーヘアだったり、さっき の, 楽しそう、あのバッグ持ってきてた人いるの。あ、本当。買いましたってオークションで。え、買えるのあれ。買えたんだって。え、今いくらなんだろうね。買えないけどそれ持って、うん、あの革靴にさ、何カツンカツンカツンっていう金具までやって、うん、でそういう人は学ランで来てた、短ランとか長ランとかじゃないとか、流行った流行った、男の人はね、そう持ってきてくれて、うん、ボンタンっていうのかな、なんかすごい、そうそう、そんなの履いてた、変なズボンすごい高かったんだよって言いながら、そうそう、そういうズボンね。だから、ね、そういうやつ、それはそれ、これこれこれ、これでね来たお客さんがいて、すっごい楽しかった。本格的だね。もうなんか、うん、私のライブというよりなんかそういう集まりみたいになっててでもそれで何を歌ったかっていうと、うん、まあ、そのスケバンデカの歌だったり、あ、懐かしい歌歌ったんだ。あとその当時 の,、うん、あの学園ドラマの歌とか、ああいうのを歌ったのね。今までやったライブで多分スケバンライブが一番盛り上がってる気がするそれもどうなの、ね、それもどうなのそう、もう最後みんなで騎士団踊ってた、こうやって、あ、騎士団っぽいもんね。そんな感じだもんね。そうそうそう、楽しそう、すごい。なんかね、いろんなことをやってるけど、うん、お客様はやっぱりね、あのこんなライブやるのレイラさんしかいないってやっぱ言ってくれるのね参加型で楽しめるねそうそうそう、だからやっぱりなんか、まあ、やっぱり笑顔が好きなんだよね、うん、あとみんなが喜んでくれるのが嬉しい、面白いことをやりたいから、うん、もうみんなね、その時間を楽しみたいっていう、うんうん、え、すごくでもいいと思う。面白いから、じゃあスケバンライブで来てよ、うん、ね、今度またね、後であの終わりがけに、ね、ライブ告知もやるんで、その時にまたライブ告知の時にね、あれ、そういえばさ、なんかさ、うん、話ちょっとガラッと変えていいですか、うん、あのレルちゃん、うん、ちょっと見たんだけど、占いも最近、うん、あ初めてな、ね、天空人じゃない私もともと、うん、まあ、なんかそういう、まあ、スピリチュアルみたいなのちょっとあったんだけど、うん、まあ、自分の中でこう閉じ込めてたみたいなところあるんだけど、うん、やっぱりそろそろやれやっぱ、ね、でもね、本当そうなの、私も占い師のお仕事もやってるじゃない、ね、なね、で他にもスピリチュアルで占い師やってる子いるんだけど、うん、やっぱりね、うん、なんかやってることが、うん、例えばなんかきちんとしたお仕事されてたのに、うん、急にだよ、うん、なんかやっぱやれってくるんだね、あれ、やれってくるんだね私もそうだけどさ、でしょ、 それに近いことがやめさせられるっていうか、う、ね、今までやってたことをやめさせられて、うん、占い師の道に進むように、うん、なんかこう自然にね、なんかなってくんだよ、あれ、そうなんだ、不思議となんかやれって、うん、やれって一応私、まあ、師匠いるんです、師匠に、うん、まあ、本格的ちゃんとタロットも習ってで教わって、うん、それとも、まあ、あのお友達とかね、ちょっと見てくれるっていう人にはこう見てあげてたんだけど、うん、やれってこの前もしようかなレアちゃんはタロットなんだね今ね、タロットとオラクルカード、カードなんだね、うん、を、うん、まあ、メインに、まあ、大体まあお話聞いたらやっぱりなんかポンってひらめきというか降りてくるっていうか、うん、まあ、そういう感じではあるんだけど、不思議だ ね、 あれね、不思議だよね、うん、まあ、多分自分もいろんなことを体験してきてるから、ここに来るまで、うん、多分それでこう何ポンってくるんだろうね、うんうん、きっと同じように悩んでる人っていうのが、だちょっと前の私、うん、
みたいな人たちがやっぱり来るんだと思うの、うんうん、そしたら私はもうそこを体験してるから、うん、アドバイスをしてあげられるのね、うん、だから、うん、なんだろう、占い師というよりかはやっぱりなんか、まあ、ヒーラーというか、まあ、もともとヒーラーシンガーなんだけど、うんうん、多分それでやれって言われてるから今ライブにね来てくれた人限定で今はやってるの、うん、あ、そうなんだ、うん、限定なんだね今のところはね、うん、あとはその人たちからの、うん、まあ、口コミだったら、まあ、見ますよっていう、うん、感じでやってるの、うん、だから去年もさ沖縄行った時に、うん、私たち2人で何かやりたいよねって言った時に、じゃあリトリートツアーをやろうって言ってて、うん、じゃあね、ビーチクリーンとあとまあヨガとかもやりたいよね、うん、で、うん、でやっぱりそのなんかマーメイドセッションみたいなのもできたらいいよねって話をしてたんだよね、うん、まあ、マヤ歴見れるし、そう、私も占い師なの ね私は先日がマヤ歴だけど、うん、ね、マヤね、うん、はい、そう、うん、できる、ね、だからそのマヤと私はまあカードリーディングなんだけど、うん、まあ、組み合わせてなんかできるかなとかね。これから の、 そのマーメイドプリンセスの活動もね、うんうん、ちょっと本当しばらく休みしてたから、そうね、1年間ね、うん、きっと今日ねこうやって1年ぶりに会ったのも、うん、まあ、なんかね、そうだよね、きっかけっていうか、そろそろやれよってことかもしれないね、うん、やそろそろなんか2人せっかく揃ってんだからやんなさいみたいな、それかな、私を清水のなみたいにね言うんだって。そしたら、ね、そうかもしれないね、うん、上も人材不足なんですよって言った。あ、そうなんだ。そうだからできる人にやってもらいたいっていうのがあって、うんうん、じゃあどうして私たちこの地球にこの宇宙人がよ行きづらいって言いながら地球に降りてきたかって、やっぱりこうみんなを笑顔にしてその地球の波動を上げていくためだと思うんだよね。あ、簡単に言うとワクワクだよね。同じく、わかる、うんうん、多分そこでつながってる。そうだね、だから出会ったっていうところはある ね、うんうん、そうだよね、うん、やっぱじゃあみんなを元気にしなきゃいけないって、やりなさいってことだね。そう、やれ私たちそろそろ何かやらないと本当に。そう、全多分巡り合ってるもんね、うん、そうだね。だからさ、マーメイドだった時も多分一緒になんかやってるんだよね。実際やってたんだろうね。やってたんだろうねなんか不思議な話になりましたけど、はい、スピリチュアルがね好きな人はね、あの結構あーって分かるかもね、この話で今ね増えてきてるよね、うん、増えてきてる、増えてきてるし、うん、やっぱりなんだろう、私同じエネルギーでこう人って集まるじゃない、うん、だから私の周りさ、もうスピリチュアリストとか占い師さんとかばっかりだったりする。あ、だから仲間になってくんだと思うよ、うん、それが。そうなんだね、力、そういう力で仲間になって、うん、そうするとほらより多くの人をさ、うん、いっぱいみんなで よくしてくれるじゃない、うん、私の周りもだからそういう私と同じような波動っていうか、うん、まあ、同じね感じの人がやっぱ集まってきやすくなってるし、ね、うん、逆にやっぱりあのちょっと難しいなっていう人に出会った時に、うん、あ、それは私の課題だなって思うのね、やっぱり。あ、そっか、なんかこう与える、うんうん、でその人がまた良くなっていくのを見ると、うん、あ、私も一個また成長したなっていうか、うん、ちょっと難題な場合ね、あるね、占い師としてちょっと難題な人に出会っちゃう場合があるわけあ、そっか、多分私そこが怖いんだなそう、なんかお悩み解決するのに、うんうん、あ、ちょっとなんか難しい、課題だなっていう、私にとってね、うんうんうん、そういう時とかは、うん、多分これは私がレベルをアップさせるための、うん、あれなんだなと思って、まあ、でも大体なんだかんだこなせれるの、うん、やっぱりそれって後押しがあってね、うん、だからなんとかうまくいくんですけど、そう、やっぱりなんか不安ってあったりするんだよね。変わる前って怖いじゃん、なんか、うん、ね、そう、うん、だからね、今回そのラジオのねお話が来た時も、うんうんうん、私もともと SNS でいろいろこう自分がやってる活動を発信させてもらってはいたんだけど、うん、このここでの発信もさ、うん、まただんだんさらに増えるわけじゃない。そうだね、あの、うん、自分がやっていきたいこととか、うんうんうん、まあ本当に私の野望は大きく言えば地球平和だからね。わかる、私も平和主義だからね。そうだから、うん、あのマメプリもそうじゃん、やっぱ。そうだね、マメのプリンセスももともとの最終目標はやっぱりみんなが平和になっていくっていうのがベースにあるからさ、うん、そうだね、だからそう思ったら、うん、あ、なんかやっぱりこれ絶対や引き受けてやって、うん、あの皆さんにいろんなことをねお伝えしてくれるといいなと思って、うん、
素晴らしい。そうだからあの私たちができることが何かあったら、うん、本当に逆にこういうことってどうですかって提案してくれるのもいいよね。そうだね、なんかこんなことやりたいとかね。 そう、うん、あそれだったら、うん、マーメイドプリンセスにこれ頼めばいいんじゃないみたいな。そうさあマメプリならやってくれるよみたいな。そうそうそう、じゃあやってみようかみたいなね、うん、そういうね、うん、オファーあったら全然ね待ってるよね。そうだね。そうだからマーミーってきっとそうやって、まあ、みんなの夢を叶えますみたいな感じ で、 そうなんですよ。今お仕事がすごく順調にいってる。私の今の仕事がそう、ね、ちょっと変わってて、うん、あの人の夢を叶えるお手伝いをしてますみたいな仕事なんだよね。何でも屋さんだもんね。そう、要は何でも屋さんなんだけど、うん、そうだから隙間産業でもすごい、その何でも屋さんすごいなと思っていつも見てんだよ投稿、うん、すごいな。そうでもなんかやっぱり遊ぶように生きるっていうのをこうコンセプトにしてそれをねこう実践してるんだけど、うんうん、全く本当にただただ遊んでたらさ、うん、それは良くないからさ、うん、遊ぶってそれが仕事になっちゃうんだもんね。そうそうそう、だからみんなもなんかこうやりたくないことをやりながらよりはやっぱりじゃあどうやったらあのやりたいことをやりながら生きられるかっていうね、生きていけれるかっていうのを考えた方がいいと思うの。そうだね、私もそう思う、うん、私がちょうど去年マーミーと知り合ったばっかりの時に私すごいどん底だったんだよね、うん、ライブもできないし貯金も使っちゃったしって本当にもうどん底の中で出会って、あった、うん、どうやったらマーミーみたいになれるのって言った時にあった、ね、マーミーがね、あやりたいことやらなければいいんだよって、やりたいことしかやらなければいいよって、やりたいことしかやらなければいいんだよ、そうそうそう、やりたくないことやらなきゃいいんだよってさらっと言ったの。そうで、やりたくないことやってたんだよ。ね、思えばそうそうバイトとか、ね、そうだから私バイトはやめたの、うん、そう全然合ってないことやってたもんね。そうだからそう言われて、でもさそうやっぱりなんか不安じゃない、今までやってたことしがみついちゃったりするじゃん、うん、私はずっと夜のバイトやってたんだけど、うん、これなくなっちゃったらもうさご飯食べていけないかもしれないとかさ、ね、しがみついちゃったりするけど本当にもうやりたくないって。そうやっぱり ねあのこうやりたくないっていう気持ちでやるのと、うん、なんか、うん、あ楽しいこれワクワクするってやるのと、うん、全然やっぱりこう入ってくるものが違うんだよ ね、 そうだね。だからそのバイトももしかしたらだよ、うん、あのあそうだこれ楽しんじゃえって言って、うん、発想を変えて楽しんでたら違ったかもしれないけど、でもさやりたくないって思ってるんだったらさ、うん、それはもうねもうだってほんと30年ぐらい前まではまあ、お酒も飲めたし、うん、好きな歌も歌えるし、わこれは適色だって思ってわ楽しいって言って毎晩毎晩もう豪快に飲んでたわけ。その時はやっぱりねめちゃくちゃ稼いだね、やっぱ楽しかったから、楽しかったから。でもやっぱりもうねしんどいのお酒は。ねえってありますからね。そうお酒も飲めなくなっちゃったし、うん、喘息だからもうね、うん、あのダメなタバコあるとことかも、だから結構しんどくなってたんだよね、うん、体調の変化ってあるね。そうでもずっとしがみついててしんどいなって思いながら、うん、マーミーすごい楽しそう毎日私マーミーになりたいってずっと言ってて、初めて会った人によ、その時初対面で初めて会った人に私マーミーみたいになりたいんだけどどうしたらいいのって、もう前まで私結構プライド高い方だったからそういうこと言えない人だったの元々はね、うんうん、そういう風になりたい、いいな羨ましいな、どうしたらいいのとか助けてとか言えない人だったんだけど、初対面でいきなりどうやったらそうなれるのって聞いたからね。まあそれはきっとさ前世つながりもあったからさ、そうだね、言いやすかったのかもしれないよね。そうやっぱりそこからどうしても脱出したいって思いがすごい強くて、うん、こうありたいって思ったんだよね、うん、そしたら本当やりたいことやればいいんだよって、やりたくないことやめればいいんだよって。本当にそうなの、うん、でも周りの人たちがそうやって変わってってくれるっていうか、ね、良くなっていくのを見るのが、うん、私はすごくあの、ね、自分の魂が喜ぶことなのね。ああなんかわかる、わかる、うん、だからそれを、まあうん、お仕事に今していってるっていう形だから、うんうん、すごくベスト。マーミーちょっと先輩だったんだ。私も最近だからちょっと、うんまあ、どうしようかなって思いながらカードリーディングもやるんだけど、うん、歌った後にじゃあちょっとリーディングしますよって言って希望者にしてあげてるんだけど、うん、やっぱりその人がちょっとこう悩んでた顔からカードを展開してメッセージを送るたびにどんどん笑顔になってくのね。あ嬉しいよね、うん、パッとなんていうの空気が変わるっていうかエネルギーがパッて変わるっていうか、うん、それを見た時に自分自身も浄化されるんだよね。ねそれは魂がやっぱ喜んでるんだと思う。
うん、みんなもねやっぱねこう魂がね喜ぶことやった方がいい。ワクワクだね。ワクワクするから。ワクワクの、ね、波動だよね。ワクワクの波動。それがなんかまたこういいことを引き寄せていくし、うんうん、本来のあの姿というかさ、うんうん、合ってるってことなの。正しいっていう生き方としてあなたの魂が喜んでるってことは、うん、それは合ってますよのサインなんだよね。ってことは、うん、私はそう思ってる。マーミーと出会って1年ちょっとでやった私そこを気づけた気がする。そうでも周りもね、そういう人本当に増えてきてくれてて、うんうん、すごく嬉しいね。そういう人でいっぱいになったらさ、うん、楽しいよね。そうだから地球平和になるんだよ、うん、みんながやっぱりさ、そうだね、こういい気持ちでっていうかね、うん、心地よい風でそのこの地球にいたらさ、うん、それが伝染してってくれたらさ今みたいな変なことが少なくなるじゃん。そう、ね、それ犯罪とか、うん、悪いことしたい気分にならないでしょやっぱり。そう、もうみんなが笑顔になれたらそれはそれでだって本当すごい幸せだと思うんだよね。でみんなもそう思うようになればさ、うん、いろんな人がこう施してくれるからさ、うんね、変な人いなくなるね、目指しましょうそれ。そうきっとだから、まあ、マメプリって私たちがそういうのを伝えてったら、うん、きっとマーメイド仲間が集まってくると思うの。そういう人たちが、うん、マーメイドの会が出来上がったらさ、そうどんどんそれがまた広がってったら、うん、いいねそれ、ね、うん、今 の、 あの眠っちゃってるさ、うん、マーメイドを起こさないと。そうそう、もう私だいぶ寝てたけどね。起きてだいぶ寝ててね、みたいな、ガン起こされたね、このね、起こしますよ。起きました、ね、本当にそう思います。はあ、いい話や、話や全然台本になかったやんけってもうね今日もね本当にねそうやって言ってたのね、うん、多分私たち の、うん、あの座談会になるねこれって言って。そう台本違うことやっぱ言わされてるんじゃないの。あ、これが大事な話だったから。そうだね、降りてきたってやつこれ。そうだね、だって台本ないんだもん。でも10分前になりましたね。そうだね、はい、あとじゃあそうだな、うん、さっきもあのライブの話ね、うん、戻すけどまた、はい、レイラちゃんがいろいろあの、うん、これから今後やっていくライブのお話、うん、あ、はい、じゃあ年内あと4回ライブがあります。まずね、うん、11月20日これがね赤坂のエルカミーノっていう場所なんですけど、うん、これはねレイラウィズペパーミントウェーブ松田聖子さんのバンドです。今回ねドラムがね女性の方なんですけど、かっこいいね、なんか若い方で女性のドラマーの人ね、すごいかっこいい、うん、もう元気な元気な感じで、はい、前あのデビューした時は男性の方が叩いてたんですけど、うん、今回女性の方はドラムすごい元気な感じでやると思います。はい、それとですね、はい、これ11月27日これ復活ライブってやるんですけど、うん、これが私のサポートバンドのブルーローズツイン、うん、このバンドがですね7月の17日に、まあ、江ノ島でライブやった時に、うん、今までやってきたギタリストさんとドラムさんが、まあ、お仕事の関係でねちょっと卒業しまして、うん、今回なんか乗ってたね、そうそう、卒業って、うん、いやどうしようこのドラムどうしようバンド終わっちゃうやんと思ったらですね、はい、新しいギタリストさんとドラマさんが見つかりまして素晴らしい、うん、いや本当引き寄せるんですね、ね、で復活のライブをやることになりました、うん、それが11月27日でこちらが私のセルフプロデュースになります、うん、千葉県の習志野市のやつです。はい、でもう一丁、うん、これがね12月の18日、はい、これが江ノ島です。私がやりたいやりたいと言っていた、江ノ島のトラマル座というところで、うん、ニキータフォーさんっていう、リッキーさんって私これ17ライブでね、お世話になった方で、でもともと千葉のライブハウスで歌っている時に同じライブハウスで歌ってたことがきっかけで、あの、まあ、ワンセブンで仲良くなって、でこの、まあ、ニキータフォーのリッキーさんのおかげで、まあ、あの江ノ島のライブをねやることになったんですけど、うん、そのリッキーさんたちのバンドの、まあ、はい、ファーストアクトっていうんですかね、前座でやらせていただきます、はい、これも松田聖子さんのバンドです。いいね、はい、もう一丁やるよクリスマス、はい、もう今年もねクリスマスは私サンタになってますね。12月25日サンタコスサンタコスでやります。これミニスカですか、ミニスカサンタですか。これね、そうですね、ミニスカサンタですね、ブルーミニスカサンタの予定です。これ行かないとミニスカできる人、これも来てほしいな。でもクリスマス当日よ、もう毎年ねここのとこ私ずっと、まあクリスマス当日はもうロマンチッククリスマスやりたいって言いながらずっとね、あのライブやってるんだけども、やれってことだよ、やれってこ と, や, れってことやります。やらされてる。こちらもねペパーミントウェーブ松田聖子さんの、バンドでやります。はい、はい、
で、じゃあ、ありがとうございます。私の方もですね、じゃあマミの方からの、はい、告知させていただきます。私はですね、12月の12日から終わりアーズリーの方でですね、22時からマミのハッピーマンデーっていうことでね、月曜日から元気に月曜日夜からもう全開でね、そう行きたいと思ってるのでね、これもね、ぜひみんな見れたら見てって感じね、はい、楽しみだね、うん、そうですよ、はい、そのための特番で今日ね、しかも、まあ、そのためのっていうだけじゃないけど、レナちゃんに会えたからさ、あ、私もだから、うん、マミにさ、うん、あ、ツーリーやるんだけど来るって言われた時は、え、私名古屋まで行くのって思ったえ、名古屋行けるかな実は特番で東京行くんだけどさね、え、ね、なんか嬉しいね、そう、これは、うん、レナちゃんだなって、うん、レナちゃんがご縁を、まあ、ここね引き寄せてくれてたっていうのもあったし、うん、そうで一緒にやれたらいいなって、まさかこんな形でね、本当あの今日こうやってできたってことがすごいね、本当に、いや嬉しい、うん、結構私たち本当にシンクロっていうか、いろんなことすごいことをやってるもんね、そうだね意外に本当に意外にやってて、うん、そうだからこれからまたね、うん、何か始まるかもそうだねっていうか、やれって言われてるもんだからね、名古屋もね行きたいと思ってるよ、うんうん、はい、はいね、うまいですね、うまいですね、はい、まあ、なんかでも結局あれだね、やっぱり台本とか関係なしに食べくれまくって、うん、もう5分前になっちゃったでも台本ねえって、そうだね、誰でもそうだけど、台本書いてもさ、うん、だって絶対その通りにいかないんだもん、そうで、なんかまあ今日の感想とか、うん、私今度からその終わりアーズリーで番組やるけど、うん、そういうのもさ、あのツイッターの方でいろいろコメントしてくれると、そうだね、あれなのかな、質問だったりコメントだったりで、私はそのみんなのお悩み解決みたいなこともやりたいなっていうのを、うん、そっちのね終わりの番組の方でも、ね、ハッピーマンデーの方でもそういうのもやったらいいかなってちょっと思ってるんで、うん、なんかマーミーだったらどうなのみたいな悩み私悩みないことが悩みなんですよ、もう羨ましいだからね、人の悩みを悩みたいわけ、一緒に、あーでもそういう人がいてくれるとね、本当にね心強いっていうか、私なんか結構悩んじゃう方だから、最近だいぶね、うん、あのそういうのなくなったけど、うん、本当に困った時って私マーミーに LINE してるもん ね、でもね大体あれ、ね、ぶった切っちゃうっていうかね、うん、こうだよみたいな、そうって、そうあそっかってでもね、すごい心が軽くなるの、あ、そう、うん、そうなんだ、うん、もちろんね、あのちゃんとあの悩みにね真摯にね、うん、向き合います、うん、はい、ただただぶった切るだけじゃなくてね、うん、そうマーミーなりのね、うん、だからぜひもしそういうのあったらね、コメントとかしてくれたら、こちらまで、そう、ツイッターこちらまでお願いしますってことですね、ね、私もまた終わりの方にも行けたらいいな、あとね、リクエスト曲なんかもあったら番組の方でかけれるので、かけたりしたいし、うん、番組出たいっていう人もいたら、マミと一緒にそう番組出たいっていう人も、うん、こちらまで、こちらまで隣に座っておしゃべりできます、楽しいよね、うん、きっとね、そう、うん、なんか、うん、人生のうちでやれるんだったらやってみたらいいことだと思うね、うん、そうだね、こういうのって、そうだって、やってみようと思ったんだもんって、今回のねこともさやってみようと思ったからさってすぐ決断できる、そこがね早かったよ、うん、私見習いたいとこなの、うん、話いただいた時にも、うん、はいみたいな、ね、私とてもとてもできません、ごめんなさい、ゲストならみたいにね、私そんな感じだったの、でも興味があるんだよやっぱりね、うん、うん、ね、すごい、はい、何事もチャレンジ、まずはチャレンジです、そうだね、私の場合は、うん、そう、チャレンジ大事、うんうん、だいたいね、あの起きるかなこういうことって言って悩んでることって引き寄せちゃうから、うん、逆になんか、ね、あ、大丈夫大丈夫って、うん、思ってれば意外に、うんうん、本当に大丈夫だったりする、うん、大丈夫そうで、何か起きてからでもね、うん、遅くないっていうこと考えれるしさ、またそうだね、起きた時に考えればいいんだよね、そうそうそう、起きた時にね、そう、うん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 、取り越し苦労多いね、だいたいさ週一にだから始まるけど、うんうん、多少さ大丈夫かなっていうのもあるけど、まあやりきろうみたいな、うん、楽しんでやってね、そう、みんなも助けてたから助けに行くから助けに来て楽しんでやって、マーミーの応援に来て、うん、こちらコメントでいいから、うん、こちらまでコメントで応援に来てくれたら嬉しいです、はい、うん、そう思ってる、うん、ね、はい、はい、1分
ないです、はい、じゃあね、本当にね今日はあのレイラちゃん、わざわざ来ていただいてありがとうございました。久しぶりでね、すごい嬉しかったです、ね、はい、じゃあ今度12月の12日からですね、名古屋の終わりアズリーで番組始まるので、はい、次回はまたそちらの方でお会いしましょう。楽しみだね楽しみだねじゃあバイバイであれかな、どうだろう、最近なんまだ終わりかな終わりかなって、だんだんつかめてきたな、はい、またね